ブランズウィックメインストリート駅はアメリカ合衆国メイン州ブランズウィックステーションアベニュー16にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れているブランズウィックメインストリート駅へのダウンイースター号の延伸は鳴り物入りで2012年11月1日に開始したこの延伸は最終的に2009年アメリカ復興 斉藤司法の下での予算で、連邦鉄道管理局の高速インターシティ、旅客鉄道プログラムによって可能になった。ダウンイースター号のビジネスマネージャーとして働く北部、ニューイングランド旅客鉄道公社は、2010年にハシプの助成金を申請し、3530万ドルと、後で追加の300万ドルが交付された。メイン州は、プロジェクトに、 約300万ドルを拠出した。資金はポートランドとブランズウィック間約48キロの36カ所の踏切、信号、カルバート、線路改良の改修工事に費やされた。ブランズウィックとフリーポートの新しいプラットフォームはメイン州によって支払われ、その設計と建設はメイン州運輸省によって監督された。ブランズウィックメインストリート駅は 複合用と開発地区に位置しており、乗客は隣接するビジターセンター内で待つことができる。ビジターセンターは、都市間、バス、路線バス、レンタカー会社とブランズウィックとロックランド間を走る遊覧列車のメインイースタン鉄道が入居している。ブランズウィックにはダウンイースター号編整流地線施設が建設される予定である。アムトラックの発着する列車は、下記の通り、 当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。